奥村智博は東京生まれのバイオリニストである。4歳からバイオリンを始める。隅三郎、堀正文、江藤俊也、ドロシーリレー、川崎正夫、フェリックスガリミア各市に指示。1984年第53回日本音楽コンクールで第1位、増沢賞を受賞。東京都立富士高校卒業後、小学生としてジュリアード音楽院に留学。 1990年、カーネギーホールでニューヨークコンサートオーケストラトラロのスペイン公共曲を弾いてニューヨークにデビューした。1992年、カールフレッシュ国際バイオリンコンクール入賞、同時にパガニーニの演奏に対して特別賞を受けた。1993年、ナウムバーグ国際バイオリンコンクール優勝。1993年以来、 全米各地のオーケストラと共演。1994年2月、リンカーンセンターのアリスタリーホールで、ニューヨークデビューリサイタル、ジョン・ F ・ケネディセンター、フリックミュージアム、ガードナーミュージアム、クラナートセンター等でリサイタルを行った。日本では、NHK 交響楽団、読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、 セントラル愛知公共楽団、オーケストラアンサンブル金沢と共演したほか、浜まり朝日ホール、東京オペラシティリサイタルホール、宝塚市立文化施設ベガホールなどでリサイタルを行った。2000年5月より2012年3月まで、大館山ヒルサイドプラザにて、奥村智博サロンコンサートシリーズ年1から2回、開催。2002年より日本日本境沖、日本、 英国、欧州など各地で演奏活動を行っている。また、2009年4月より、国立音楽大学附属中学校、高等学校にて非常勤講師も務めている。ありがとうございます。